クルトクリストフフォン・シュベリーンクルトクリストフ,フォン・シュベリーンは、メクレンブルク・シュベリーン公国を経て、プロイセン王国に仕えた、貴族、軍人。爵位は、白爵。軍の階級は元帥。クロアシュ君小受君者。今世紀で最も偉大な将軍の一人とフリードリヒ、大王に評された、大王時代のプロイセンの主要な将軍の一人。 教養人として知られ、演劇2の一面も持っていた。シュベリーン家は、ポンメルンで栄えた一族で、ブランデンブルク選帝校時代から、同じ一族の出身者がプロイセンに仕えて、活躍している。シュベリーンは、ポンメルンのレイビッツで生まれた。母は、ラミン家の出。彼が12歳の時父が亡くなり、叔父でトレフフォン・シュベリーンの貢献を受け、14歳で、 オランダのライデン大学に送られ、そこで学ぶ。1700年メクレンブルクに戻ると、将校見習いとなって、おじの連隊に入り、ミ位、デトレフ・ベルントの中隊に所属して、軍人としての生活を始めた。シュベリーンの連隊は、オランダと契約されているもので、1701年、スペイン継承戦争の開始に伴って、シュベリーンの連隊も、その指揮下に入って、 戦争に加わり、以後いくつもの海戦に参加して、経験を積んだ。1703年中尉に昇進。1704年、シェレンベルクの戦いに参加するがここで兄を失う。さらにブレンハイムの戦いに参加した。1705年大尉に昇進し、中隊長となるも、この時一度連隊を抜けて故郷へ帰っている。しかし翌年目クレンブルクシュベリーン校。 フリードリヒビルヘルムの軍に復帰して、中佐となった。戦線に復帰した後ラミーの戦いに参加し、1708年大佐に昇進する。またこの年、ウルリーケ・エレノオーレ・フォン・クラッソーと結婚した。翌年校が舞台をプロイセンに貸し出したので、以後、シュベリーンもプロイセンの指揮下で戦い、1709年マルプラ家の戦い、モンス攻略に参加した。 ところでこの頃北ヨーロッパでは大北方戦争がハンスウェーデン側優位に大きく傾いておりメクレンブルクもこの戦争に巻き込まれていたこのためシュベリーンは1712年にマグヌス・ステンボックの下でガーデブッシュの戦いに参加した翌1713年シュベリーンは広告の外交官としてオスマン帝国領ティギナに抑留されていたカール12世の 元に派遣される。この年、メクレンブルクでは、大が変わって、カール・レオポルトが行為を継いだが、公が、軍建設のため課税を強化したことに、両方盗賊が反発して、彼らは帝国に公を訴え、大北方戦争と合わせてメクレンブルクは、非常に混乱した。1717 17年、カール6世から公に対して、ライヒスエクセクティオンが出され、 メクレンブルクには、ハノーファー軍と、プロイセン軍が侵入した。シュベリーンは1718年に少々となっていたが、1719年、メクレンブルクの少数の軍でもって、ハノーファー軍に奇襲をかけて、少勝利を収め、敵の花を明かすことに成功した。この功によってシュベリーンは、中将に昇進した。1720年、スウェーデンは、 ストックホルム条約を締結し、帝国内において戦争は終結した。シュベリーンはプロイセンに転死した。この際広告における中将の地位がプロイセンでは認められず、少々での士官となった。戦争続きだった若年時代と違ってしばらく平和が続き、シュベリーンは外交や行政の仕事に携わりつつ、着実に地位を上昇させる。 1724年、第24不評連帯シェフとなり、はじめシュパンダウ、ついでフランクフルトに駐在となる。1730年パイツ総督となるが、この年シュベリーンは、王大使、フリードリヒの亡命未遂事件で、軍法会議の一員を務めている。1731年再び中将となった。1733年、依然として、 騒動の収まらないメクレンブルクを落ち着かせるために、フリードリヒ・ビルヘルム一世は、シュベリーンに数個連帯を与えて派遣し、シュベリーンは、同地の平定に当たった。これらの功績により17、1736年シュベリーンは、クロワシ勲章を授与され、1739年風評大賞に、昇進する。1740年、フリードリヒ大王が即位すると、シュベリーンは、 元帥となり、さらに白尺の位を与えられた。シュベリーンは、大王に高く評価されており、また軍中でも、ショーマ・アルバラと呼ばれて尊敬されていた。当時のプロイセン軍において、シュベリーンは、ローデス・サウジン、レオポルト・一世と肩を並べるほどの地位を有するようになっていた。オーストリア継承戦争が始まる時、シュベリーンは、外務大臣のボデビルスと共に、 大王から、シュレージ自ン進攻の意図を最初に明かされ、その計画を練った。シュレージ自ンにおいては一軍を率いて、大王軍の進路を右翼から守る役目を果たし、さらに大王がベルリンに一時帰還する際は全権を任され、春までに上シュレージ自ンの占領を行った。モルビッツの戦いでは、プロイセン軍は、オーストリア軍の騎兵により一熟戦に陥ったが、シュベリーンは、 大王を避難させた上で軍を立て直し逆転勝利をもたらした。しかし大王はこの時、シュベリーンが戦場での指揮権を自分のものにするために大王に退避を進めたのだと悪く捉え、帰ってそのことでシュベリーンを不当に避難し、大王とシュベリーンの良好な関係は一時失われた。クラインシュネレンドルフの密約による急戦の後、シュベリーンは 内政総督に任じられるが、すぐメーレンに進出して、攻略の前準備をすることを命ぜられ、オルミュッツを占領した上で大王の到着を迎えた。しかし1742年のプロイセン軍のメーレンでの作戦は、食料調達に失敗したことから打ち切りにせざるを得ず、シュベリーンは、この件でも大王に一方的に責任を負わされて、非難された。シュベリーンは、 健康悪化を理由に、内政に帰り、コジッツの戦いには参加しなかった。やがて、ポンメルンの領地に帰って、そこで、健康の回復と寒気の溶けるのを待った。1744年、第二次、シュレージエン戦争が行われることになるとシュベリーンも、呼び戻され、シュレージエンから一軍を率いて東から米面に、進行し、その攻略に携わった。 しかしこの戦役では、プロイ戦軍は補給に苦しんで敗退することになり、シュベリーンは、若、デッサウと作戦方針をめぐって激しい抗論をしてたように、仲裁されるほどであった。シュベリーンは、自分の意見が用いられないのを不服とし、また健康を回復していなかったこともあって、結局ここでもシュベリーンは、戦線を離脱して、再び領地に帰った。 7年戦争においてシュベリーンは、その1年目は、シュレージエン軍を指揮して、メーレンのオーストリア軍を牽制した。2年目の大王以下のプロイセン軍主力による、米面侵攻では、シュベリーンもその軍に加わって、プラハの戦いに参加した。この戦いで、シュベリーンは、自軍の部隊が、敵の抵抗の前に尻込みしているのを見て、大王もよくやったように、 自ら軍旗を掲げて、指揮をこぶし、兵士たちを攻撃に駆り立てようとした。この時、オーストリア軍砲兵の散弾を浴びてシュベリーンは、戦死した。プロイセン軍は、最終的に勝利を収めたが、後に、大王はこの戦いを改装して、彼一人で1万人以上の兵に値した。 彼の死は高くついた流血によってもたらされた、勝利の月経感をしぼませてしまったと記している。ありがとうございます。